こんばんは。お疲れ様です。すいません、遅くなって。お疲れ様です。ごめんね。配信ちょっと遅くなっちゃったね。今月はイベントありがとうね、みんな。本当に。配信も応援してくれてありがとう。ありがとうございます。お疲れ様です。おせんではデブ、ごめんなさい、遅くて。寝てました。で、起きたのが10時半。急いで用意して準備したんですけれど、まあ、ラスト1時間15分しかないってことなんで、遅れて申し訳ない。で、もう俺人生終わったなっていう感じです、今日は。そんな報告ですよ。お疲れ。アカウント出して悪口書かれるのが一番きくいんよ。うん。どうしてそんなひどいこと言うん？ささき、つらいわ。な。あんまつらいこと言わんとってや。俺も人間なんやで。はい。あ、気になりますタイトル。もう未来が見えました。はい。いや、もう終わりですね、人生。なんで俺の人生ってクソッとあれなんだろうって今実感してます。あ、応援ありがとうに来てくれて、まあ、今回のイベントは正直言うと力入れてないんだよね。だってイベントだからさ、ぶっちゃけね、もうイベント疲れるわっていう人多いと思うし、力入れてなかったんだけど、本当は力を入れたかった。それはなぜか、そのタイトルに物語って言いますね。二つほどね、まあ、報告しなきゃいけないというか、きついことがあるなっていう。寝る？寝ろよ。うん。寝たらいいよ。僕ね、9月の、まあ、2日ぐらいかな。多分、税務署からね、連絡来ると思うんだよ。プルルルって。で、佐々木さん。税金用意できましたかと、多分来るんだと思うんだけれど、まあすいません、税金の用意できませんでしたっていう返しになると思います、はい、お金が一部ね不足していて支払えないんですよ。で、俺の税金ってさ、正直言うともうギリギリのとこで、なんて言うんだろう、ギリギリのラインで支払いを待ってもらってたんだよ。お分かるかな？うん。本当にギリギリのラインで。はい。で、あ、もうね、ちょっとディスるやついらないから。はい。消えろ、お前、カス。来なくていいです。昼はいいんだけど、夜はね、もう普通の俺のことを応援してくれてるリスナーさんに聞いてほしいっていうわけだから、なんかもう邪魔なやつはね、ほんとブロック入れます。申し訳ないけど。で、まあ話戻すと、タイトルの通りね、差し押さえの危機でさ、まあ今日と明日はまあ大丈夫なんだけど、9月2日に多分税務署から連絡が来ると思うんだよね。プルルルって、うん、そのプルルルって電話が来ると思うんだけれど、その電話の内容としては支払いに関しての電話なんだよ。で、その支払いの額としてはまあ、不足していますということを言われると思うんだよ。で、その期間を設けてて、まあ、税金の支払いの猶予期間を1年間ね先延ばしができるという、まあそういうものがあるんだよ、国にはね。で、俺は
その税金を支払う延長するための1年間を延ばしてた。で、延ばしていたんだけれど、まさかの、去年の、税金の支払いが重なってしまって、まあ去年と、まあ、今年の税金と、今までね貯めていたその税金の分が重なっちゃったんだよ。ね。で重なっちゃってさ、でその重なった場合どうなるかっていうと、税務署はダメになっちゃうんだよね。アウトですと。ダブルに猶予期間を与えることができないって言われるんだよ。まあ要するに二重に延長することはできないと。それはもう一緒になりますと。それで重なってしまった場合は、今までね、去年の分の払った額を支払えないならば、差し押さえですって言われた。で、なんとか税務署の方に説得して、まあ、1ヶ月間猶予をもらったんだよ。でも本当ギリギリのラインでさ、その1ヶ月間の猶予の部分も、書類上の中の、その、できた余った日数を合わせての、なんて言うんだろう、期間なんだよ。わかる言ってること。だからもうギリギリのギリ、いやもうギリギリのギリの、もう本当崖から人差し指で今支えてる状態。こう人差し指支えてる状態なんだよね。もう、あと、パーンって蹴っ飛ばしたら崖から落ちてしまう、そんなもうギリギリの綱渡りなんだよ。で、結果的にどうなったかっていうと、50万足りないです。なので、まあ、9月2日に税務署が連絡来て、50万不足してますっていう電話をしなきゃいけないってことになります。はい。なので、税金が、まあ、50万不足なんで、支払えないんで、まあ、多分差し押さえ食らいます。はい。みんな今までありがとうね。で、そうなった場合、まあ、どういうことが考えられるかケースとしてね、語るんだけれど、富士山行けないです。9月7日ね、まあ、富士山登ろうって気合い入れてやってるんだけれど、まあ、資金の部分で不足して、まあ、登れないという状態。まあ、なんて言うんだろう。まあ、税金を支払ったとしても9月7日の、ね、支払いの不足と、あと、もし税金を支払えることができても、まあ、その、お金全部税金取られるわけだから、まあ、所持金なんて無一文になるわけよ。で、富士山登るのには大体ね、10万ぐらい必要になるわけよ。そこら辺もあるわけだから、だから9月7日も、富士山登れないのかなっていう形。だから、富士山登るとして最悪のパターンとしては、無理してね、まあ、登る。そう。まあ、お金は使わずに、ね、交通費だけね、佐藤先生に借りて、もう、宿も泊まらずに弾丸で登るしか選択肢がないって状態です。だから、そういうことは、ね、富士山側からすると、迷惑だって言ってるから、できないわけですよ。だから、まあ、何か言いたいかっていうとね、まあ、僕自身、差し押さえ食らって、人生終わりですってことです。で、昨日テルチャンピン、おとといか。おとといテルチャンピン、あ、昨日か。昨日テルチャンピンといろいろ会話したんだけどさ。テル人って、税金差し押さえ食らってるんだよね。で、下ろせる額が10万なんだよ。最低生活水準レベルの金額しか下ろせないっていう状態なんだよね。うん。で、最低水準レベルの10万しか下ろせない金額になってるんだけれど、てる人って俺昔から知っててさ、昔からの中でもうすっごいお金持ってたんだよ。もうね、やることなすこと企画もね、もう100万、200万、ほんと0万みたいな金の使い方、企画に対しての。そういう人間だったんだけど、今はもうてる人はその、協定で金を使うっていう金もなくなってしまっている。うん。だから、本当に600円とか1500円とか
そういうのを俺は隣で、まあ、目当たりにして、あ、将来俺も、将来っていうかもうそろそろ俺もこんな感じになっちゃうのかなってなってるわけですよ。はい。だから、まあ、結果的に何が言いたいかっていうと、税金差し押さえ食らってね、まあ人生終わってしまうっていう話です。じゃあどうして、どうしたいのっていうコメントもあると思うんだけど、助けてほしいっていう放送です。ダメですか？嘘はついてない、本当です。僕はね、ある程度の金額をね稼がなきゃいけないんだよ。だからどうにもならないよね。舐めてんのか？舐めてないっすね。だからイベントも連続で出て無理して出てる、はい、あれやとイベント応援するぞーさんで、どう助けてほしいの、お金の直振りかってなると思うんだけど、そういうことじゃなくて、イベントで応援できる方いたらちょっとお願いします。はい。ただラストチャンスあるんだよね。俺明日ポーカー大会あるんだよ。予選でさ、クリアしてて100万のポーカー大会振り込みの、それがまだラストチャンスある。またポーカーか？あのね、お金に関しては、この予選のポーカー大会で使った額は、5000円ね。めちゃめちゃ使ったわけじゃないから、5000円。で、明日の参加費も2000円。だから、めちゃくちゃ、ね、燃費はいいんですよ。5000、2000だから D1 で予選でね5000円支払わないといけないんだよ。ソフトドリンク代と本来は参加費2000円なんだけれど、なんかシステム上5000円払わないといけないんだよ。ポイントに変えてね、その5000円ポイントでやるって感じなんだよ。で明日の大会が2000円って感じ。ソフトドリンク入れて3000円みたいなね。何のためにポーカーするん？賞金が100万円です。銀行振込100万。何のためにしに行くか？税金を支払うための金額を獲得しに行くためのポーカーです。人生かけてやるっていうのが、多分俺は本当に明日ポーカーでそうなると思う。今日イベントで稼げなかったら、で俺ちょっと正直言っていいですか？イベント出たじゃん。でランキングもね、いいとこ行かせてもらってありがとうございます、本当に。ただイベント連続で出たんだよ。ランキングを見てほしいんだけれど、24万ポイント、ほぼほぼ無料アイテムと、あとメタ社長が気まぐれに3発ぐらい投げてくれたんだよね、あとお花ちゃんと4発かな。でまあそれがまあ2日前3日前ぐらいなんだけれど、そっから誰も投げてもらってないです。そのゾウさんとかそういうのはちょこちょこ投げてくれてるけど、まあ、何が言いたいかっていうと、もう囲いが消えましたね。だからテルチャンピンを出すのはちょっと引き合いで良くないんだけど、本当に囲いに愛されてて、めちゃめちゃアイテム爆投げされてたんだよ、本当絶頂期で。でテレシトが頑張ってやってたけれど、税金とかいろいろやられちゃって、そっから一気に落ちたんだよね、言い方悪いけれど。で今俺はそのラインにいるわけよ。
だから何が言いたいかっていうと、パレディスの方は戻ってきてほしい、そういう気持ち。ちなみにフワッチポイントは下ろせないよ、凍結食らうから。下ろせる額は10万まで、うん、てる人の場合はね。俺もそうなるって感じだよね。で、正直言うとさ、俺借金もさ返せてないんだよ。養分にさ昨日5万ぐらい借りてたじゃん。でも養分には本来なら、今月は返さないといけないんだよ。ゼラオもそうだし、だから本当に金を返せてない状態で今こういう状態だから、本当にもう人間関係も崩れていくんだなっていうふうに感じてる。うん、だから本当ごめんなさい、囲いの皆さん。じゃあお前配信せずに何やってんのって気になる方いると思うんだけど、配信せずに何やってるかっていうと、まあ正直嘘つきたくないから言うけど、ポーカーと麻雀だね。寝てるとか言ってるけど別に寝てないです。深夜とか麻雀行ったりとかしてる、フリーで。昼間はポーカーのトーナメント出たりとかしてる。じゃあパチンコはどうしてんのってなってると思うんだけど、パチンコに関しては行ってない。昨日養分とやったけれど、それ今月はパチンコ多分本当嘘つきたから言うけど31日間あるでしょ、4回ぐらいだね。本当の週1、週1ぐらい行ってるぐらいだけど、いや週3かな、ちょっと週3じゃない、週3おかしいわ、月に3回ぐらいだから、養分に入れたら、養分なしにしたら、だから2回だとして、あれ付き合いだからね、うん、まあだから本当に判決の1日とかだよ。で勝ってるの負けてるのかっていうと、だからそういうのも含めると負けてる、うん、でもまだそのパチンコ打つよりポーカーやってる方がいいでしょ。ポーカーのトーナメント費って3000円なんだよ。じゃあパチンコとポーカーだとどっちの方がいい？ポーカーだよね。違う？でも配信していた方がいいっていうのは本当にそうなんだよ。じゃあなんで配信をしないのかっていうのは正直なことを本音で言うね。すっごくしんどいんだよね。嘘つきたくないから言うけれど、配信なんてやりたくないんだよ、しんどくて。なんか炎上ニュースだけでいいやってなってる。どういうことかっていうと、まあ嘘つきたくないから言うけどさ、
すっごく悪口言う人いるじゃん。それが聞いちゃってさ、したくないっていうか、そういうのじゃなくて誹謗中傷なんだよね。まあそれは嘘なんだけど、嘘つきたくない言うけどさ、俺って、まあ、施設育ちなんだよ。で、施設の部分、これネタじゃなく はっきり施設育ちだっていうことをまず前提で話させてね。で、まあいろいろ厳しい生活をくぐり抜けて今があるんだよ。で、さあ社会に出るわけじゃん。で、その社会の部分でも建築業やったりとかして、まあ、厳しい生活してるわけで、一人暮らしで。で、配信をやり始めてから、まあお金を稼げるようになってさ。で、体重も50キロ増えてさ。で、どん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 ね、配信時間が短くなったんだよ。昔はね、配信時間12時間やってたりとかしてたんだよね。本当に、ゼロワンみたいな感じの放送をずっとやってたんだよ。うん。本当に長くね。そっから彼女ができて、家に住むようになってさ。そっから、家の温かみと彼女の温かさを知って、どんどん配信時間が減ったんだよね。で、12時間以上配信してたのは家がなかったから、家が見つかるまでずっと放送つけてたんだよ。ホームレスだったからね。うん。で、まあ彼女の甘え、元カノたちの甘えを甘えてね、そっからもうルーティンができるわけね。あの配信をやらずにできるルーティンができちゃったの。要するに炎上ニュースというカテゴリーで1時間放送するね。それが終わります。でイベント出ます、稼ぎます。その後に田崎はパチンコ行ってしまうね。その時ポーカーハマってないパチンコだね。そういう、だから放送終わったのパチンコ行って夜まで打ってしまって、パチンコの疲れで、あ、夜の放送できないわという状態になる。疲れたわって、うん。で朝起きてね、炎上ニュースをやる。そのルーティンを毎回ループのようにやってたわけで、別れた時にちょっと配信時間が増えるぐらいで、で今現在どうなってるかっていうと、パチンコから移籍して今ポーカーや麻雀の方にね、ルーティンになっていると。で、税金の方に支払いが来てるけど、どうしても危機感が持てなくてダラダラね生活してしまう。その結果どうなったかっていうと、こうなっている。お金がないですと。多分どっかでリスナーさんが何とかしてくれるんだろうなっていうふうにね思ってるんだろうね。この豚はリスナーさんが何とかやってくれ俺の税金をって、そう思ってんだよ。でも結果的にはさ、まあ、そんなことやっててリスナーさんは応援はもうしたくないよね。応援なんてしたくなくなるよね。そんな聞いてたら、あ、この豚は結局怠け者なんだなって、豚なのに怠け者もついちゃってるって思うわけじゃん。昔の面白さを引きずって見ているリスナーさんもいたと思うんだよね。ホームレス配信っていう、それを見ていてまた面白いことやってくれるんじゃないのかと期待してくれて見てくれてる方がいたと思うんだよ。でも1年いや2年いや3、4年待ってもその出来事、そういったストーリーさえも見えてこない。それは既存としていたリスナーさんも離れますわ。だって俺の面白さってもう影も形もなくなったんだから。炎上ニュースというね、ライブドアニュースさんがね引っ張ってきてそれを読み上げるただのデブになり下がっちまったんだからね。だから俺という人間という
本質がね、ないわけよ。だからこの人はニュースを読み上げてるだけのデブなんだなっていうので、野獣馬たちが集まって、あ、こういうことがあったんだ、パルちゃんありがとうじゃないんだよね。うん、あ、そういうことがあったんだ、ありがとねみたいな。本当ニュースキャスターとタレントの違いだよね。ニュースキャスターってさ、喋ってるじゃん。でもニュースキャスターのさ、顔なんてあんま覚えてないでしょね。で、お笑いのタレントさんとか顔覚えてるでしょ、面白いから、あ、この人面白いなって。その違いだよね。だから俺自身、カバンに返せよ2万、あ、パチンコで2万借りたわ。うん、でもいないから返せないよね今。確かに2万円返さないと。まあ2万は借りたこと言ってるからね。かなり だらしないよな。トイチ、やっぱパチンコ一緒に行こうって言われてさ、行ったんだよ。で、金ないから2万貸してっつって借りたんだよね。その2万あるよ。金ないのホテルなんですか？ここ3000円です今日ホテル。3000円なんだよね。まあイベントなんで、イベント仕様にしてます。うん、ダチに金は借りたくない。だから今金借りている人で言うと、養分、カバー、ゼロワン、花屋だね。うん、花屋の場合はいろいろとあったんだけれど、花屋1万円だね。花屋とカバが2万、花屋が1万、養分はまあちょっと金が伏せてる、ゼロワンのも伏せてる。うん、そんな感じ。まあ花屋は借金、まあ借金なのかな。うん、まあ借金みたいなもんです。負債みたいだと思ってくれればいいよ、花屋のは。本来はイキリストから1万円を借りるとこだったんだけど、イキリストが1万円借りたくないじゃん。だから花屋に頼んで建て替えてもらったんで、花屋に。で、彼女はいくら、彼女は返した。返したよ。ちゃんと返した。嘘じゃなくて本当。返してる。まあ要するに、お金にはだらしないってことなんだよね。だから不快にさせてごめんなさい皆さん、申し訳ないです。俺自身本当最低なことをしてます。何言っても信用はない。お前誰だ。ちょっとパルリスに謝ってるからね、お前みたいなチンカスには言ってないんだよ。ごめんね。だらしない男だね。あ、無料いただいた子誰だろう。あ、ルールさんだ。うわー、投げてくれた人だこれ。もういなくなっちゃったかなこれ。ルールさん、イベントの時投げてくれてたんだよ。でもだらしないなっていうコメント置いたから、これ離れちゃうかな。パルリスはいるわけない。ちなみにイベント最終日なんだけれど、有料アイテム見てみて、今チェックしてみて、何個あります、有料。
あのイベントのアイテムだっけね。うん、1個ですね。はい、1個だけです。うん、一つしかないんですよ。これが答えです。みんな今までありがとうって言えばね、これで終わりでいいんだけどさ、悔しいですよ本当に。うん、誰がかわいそうなパルちゃん。まず自業自得という言葉がね、俺に当てはまります。そして応援してくれているパルディスが一番かわいそう。自分のことは自分で分析できます。はい、そんなことは分かっています。百の承知の助です。自分で分かってるのになんで行動しないのか、はっきり答えますね。本当にめんどくさいから。もう自分という人間がめんどくさい、そこなんですよ。めんどくさがりなんだよね。僕はね、夏休みの日記とかつけなきゃいけないじゃん。明日学校だって言われた日には30か31日に全て妄想で書くよ。うん、日記は後に書く方だったね。何があったのかなってパパって書く、適当にね。適当にやってきた人間のツケがこれなんだよね。施設隊のやすこさんは頑張ってるよ。金あるし失うものないじゃんね。え、頑張れるよねそんなの。24時間テレビの偽善テレビ見るよりね、ねえ、普通にさ、ネット配信見た方がいいよ。だってさ、結局やす子って、ね、お笑い芸人で赤の他人じゃん。ね、そのお笑い芸人の赤の他人が 100km 走ってさ、ゴールしました、感動ですねって。共感できるの？身内でもないのに。できないけどね、俺は。でも、俺たちはファミリーじゃん。ね？助けてください。お前なんかファミリーで助けれるわけないだろ？いやー、どうしよう、みんな失望しちゃったかなこれ。え、パリディスいるよって人のしてみていい？え、ちょっとごめん、これ分からんから、ちょっとアンケート答えてもらっていい？今日の件でパレパレに失望したって人、はい、失望してないよって人、家で、うん、あ、じゃあパレパレからファン辞めるって人、はい、ね、パレパレ失望したからファン辞めますっていう人、はい、辞めないですっていう人、家で、何人にする？5、え、1000人がいいけど1300人しかいないから、
まあ700人ぐらいが妥当かな。じゃあと400人いいかな。うん、アンケート。これ匿名だから誰がね、はいかいいえ押したかわからないから。うん。友達は大事にしろよ。友達は大事にしてるけど、やっぱ金銭的な部分でトラブル起きちゃうよね。いつから税金税金って言い出したんだ、豚。俺もう辛いわ。どうしよっかな。死のうかな、もう。死んだくなってきたわ。いつった方がいいのかな、これ。宇宙の動画、あ、見るか。じゃあ、700、もう500でいいわ、じゃあ。500ナイスで。うん。もう、アンケートさえも答えてくれないじゃん。なんなん、これ。アンケートも答えてくれないの？あ、500ナイスで、500アンケートね。すいません、なんか口滑りました、ごめんなさいね。じゃあアンケートやりますか。700アンケートがいいけどね、あと150人無理かな。150人どれだけのリスナーさんが求めているのか知りたいじゃん。いけるかな。押してよ。ナイス押してって言ってるわけじゃないんだから。アンケート押してって言ってんの。ナイス押せじゃないんだよ。アンケートサクッと押してよ、もう。700アンケート、1000アンケートいく？ 1000 じゃないと納得いかないな。1000がいいな。1000アンケートいけない？はいかいいえなんだよ。アンケートを答えるってボタンがあるから、パレパレに失望した人ははい。失望してないって人いいえ。ファンをやめるって人ははい。やめないって人いいえ。怒ってないよ。あ、ちなみに、勘違いしないでほしいのが、いつも炎上ニュースで切れてるような仕草するじゃん。あれはマジで演技。マジで演技。俳優さん。怒ってない。ああいうエンタメでやってるだけだからね。あと203人お願いします。あと佐藤さちゃんになんかわーわー言ってるじゃん。あれも演技。本当の姿はこれなんだよ。だから騙してごめんね。この人ブロックするよっつってコメントかけてるけどね、お前。うん、あれれおかしいなってこういう返しをするんだよね、エンタメでね。うん、あと150人だね。150人。1000人まで。はい、いや、電波プッツして。
りさ。やれ。じゃざれ。待ちいられするわ。治った今 Wi-Fi つけたけど。あい！これ！治ったんか？あ、治った？よかった。すいません、大きな声出して。電波が悪いって言ったから、声が聞こえないって言うからね。叫んでました。申し訳ない。ごめんなさい、本当に。あと97人ですね。なんで番にならないんですか？番になる要素あったっけ？ねえ、あるなら言ってほしいけれど、俺はね、最低の豚だなとか誹謗中傷してるやつからの方が番の方がふさわしいと思うけどね。あとね、74人だね。いける？いける？あと74人で1000アンケートいくから、どれだけのリスナーが俺のことを思ってくれてるのが分かるから、いい？いける？あと35人。あ、来たね来たね、あと15人。1000人来ました。じゃあアンケート取ります。アンケート結果出します。これだけの皆さんにね、アンケート答えてもらったので、はい、パルパルに対して失望したファン辞めますっていう人、はい、ファンは辞めないっていう人、家で結果開きます。あ、そうなんだ、ありがとう。あ、変わっただけなんだね。後で名前教えてよ。行きますね。アンケート出た。え？あ、そう。結果出ました。あ、そうですか。68%と32%、 要するにまあ700人だね、うん、700人が俺のことをファン辞めると、あとパルパルに失望したっていう人たちが集まってるってことだね、はい、7割ですね、圧倒的な。マジで見返してやるからな、お前ら。俺がビッグになったり有名になった時に戻ってきても知らないからね。分かった？俺ポテンシャルはあると思ってるんだよ、冗談抜きでね。だからまたウラパルみたいな人気者になった時、お前らなんてもう本当に知らないから。何があったんですか？今来たり説明すると、アンチが大量に発生してるわけですよ。でアンチが大量発生してる部分に関して
金銭的なトラブルです。俺という人間の金銭的なトラブルとだらしなささが今肯定されて、今リスナーさんの中でまあ今悪いことしてるよねっていうコメントで溢れてる。だから富士山も登りません。別に応援されないなら9月7日登ろうと思ったけど、登れないしね、お金ないから。やれるよ、なこちゃん。なこちゃんが俺の立場だったらやれると思う？やれないと思うよ。こんだけ人に叩かれてるわけだから。ほんと自殺問題これ。いやもうほんと飛び降りようかな。本当に嫌になってくるわ、誹謗中傷が多くて。本当はあのコメントでは見えないけど、死ねって言葉が何個か書かれてるからね。最近のパルちゃん変わった？俺は変わってないよ。あの悪くもよ、ね、よくも変わってない。いつもと変わらない豚だよ。3年間ずっとこれやってきたじゃん。何が変わったの？俺が変わってなくね？これ変わってはないだろう、うん、どう変わったんだよ。じゃあ言ってみろよ。だったらどう変わったんだよ。ありがとうございます。伊藤さんありがとう。名前出しちゃった。あーそういうこと。確かにツイキャスもやらなくなったし、イベントも楽してる。ホテルから配信やってるもんね。いつものパルちゃんなら外出て逆立ちして、ファンタスティック飛んだ分だけ逆立ちして、応援ありがとう、みんな本当助かるよってやってたもんね。で今はどうなんだよ。今はどうなんだよ。家だったりホテルだったりで放送してて、相手にお願いしますってこじってるだけの豚になってるよね。そう考えると確かに変わったと思う。イベントアイテムも一個しか今飛んでないんだけどさ、パル散歩大好きだった？ありがとう。でなんでやらなくなったのか説明していい？どうしてイベント中でも外放送しなくなったのか。めんどくさいからだよ。冗談で、なんでやらなくなったかって言って、体のさ、動きの部分でキレが悪くなって逆立ちができなくなったんだよ。うん。俺って特殊でさ、配信さ他と比べるとさ、みんな囲われコメント多いでしょ。でも俺の枠ってさ、すごいきつい言葉多くない？例えば、やめちゃえばとか、うん。
もう余ったれるからだなとかね、人気ないからねとか、なんか同じことを話すんだとかね、やる気ないのかとか、すっごいでしょこれ誹謗中傷が。他とは見ないでしょこういうコメントは。バーって深夜のね11時半だよね、11時半の人たち1000人以上が集まって書いてるんだよ。行かれてない、行かれてるよね、気が触れてるよねこれ。29歳のね、まだね青年に対しての言葉じゃないと思う。これ今日までパルちゃん、え？ってことはどういうこと？やめますってこと？ファン、ランキングの人も1位と2位と3位と4位と5位と6位と7位と8位と9位と10位、昔の人たちはメタル社長だけしかいなくなっちゃったね。